はいどうもこんにちは、ニコミです。前回ね、バルキリーの動画出したんですけども、もうめっちゃトロールっていうかね、めっちゃ沼プしまくって、おふざけプレイみたいな感じだったんで、今回はね、ガチでバルキリーをね、使ってみたということでね、やっていきたいと思います。でね、これね、マジでバルキリーね、本当にね、数時間使っただけなんですけど、マジ強いで、ぜひ、ね、解説していきますから。でね、これね、見てください、これ一人で飛ぶんですよ、これ一人で飛ぶことによって、この上にいる3人ね、これ俺に釘付けです。で、仲間2人は下からもう安全に詰められると。で、見てください、このうざーいね、これずっと上をくる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 回り続けて、で、仲間の近くに降りていくと。それでしっかりと戦闘を有利に運んでいくと。で、ここね、ずっと1枚落として起こしたい、相手を起こしたいけど、こう上り下りしてこう、ね、1回ね、もう相手の蘇生をもうやりたいのにっていう感じで、もやもやよね、もやもやを与えていくと。この戦闘はね、そんなダメージは出せてないんですよ。なんならね、30、50ダメ、100ダメもいってないんですけど、もうこれがね、マジ戦闘で活躍できる、マジでうざいね。で、これ見てください、これね、ここ乗れちゃうんですよね。大体の家全部バレますじゃない、バルキリー。これ本当に基地に乗ってエロエロ車線を引いていくと、これがマジで強い。で、ここね、こうアビリティもしっかり打ってスターンさせて、グレも一緒に入れると。それで、ね、他のを削って、これ硬直をね、キャンセルするために1回ふわっとジェットパックで、すぐ上登って、またさらにそのさっきの相手と打ち合っていくと、これがマジで強いバルキリーで。ここもね、上取られちゃうんですけど、最近パスワインないんで、でもしっかりとすぐ上をね、取りに行くと。マジでバルキリーてか、エイペックスがね、マジで上取るのが強いゲームなんで、このバルキリーもずっと飛べまくれるバルキリーで、またすぐ上を取っていくと。これはやれなかったんですけど、ね、マジですぐ一瞬で上を取り直せるっていう、マジで強いんですよね。で、ここはしっかり頭の一個出しポジで打ってからの、ここもまあ注目なんですけど、これ、マジで来てもこれ、ちょい飛びね、ちょいジャンプみたいな感じでも使えるっていう。これね、ジェットパック、V トールジェットっていうらしいんですよね。マジで、便利すぎる。うん、便利すぎる、本当に。このね、バルキリークソ便利なんでね、本当に皆さんもね、マジで使ってみてください。これ多分ね、バルキリー極めたらマジで一番強いんじゃないかなって思う。ホライゾンとかも強いと思うんですけども、バルキリーがマジもう現環境最強みたいな感じなんで、ぜひね、皆さんも使ってみてください。じゃあねー、はい、おー